ちは、岡崎チューブ2代目リポーターの岡崎です。今日はですね、こちら丸三角四角さんにやってきました。針先町にあるこの正満寺っていうお寺ですね、はいはい、正満寺岡崎観光きらり百選に入ってるらしいんで、まあ、有名かなと思うんですけど、はい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 、正満寺からですね、はい、ちょっとこう左に曲がっていただいて、はい、もうねすぐ右手に見えてくるこちらのシルバー、はい、あ、シルバー、シルバーの建物、かっこいい建物ですね。はい、こちらになります、はいはい、あ、見えてきましたね。あ、おにぎり丸三角四角。わあ、すごい、ね、かっこいい、なんかかっこいい、おしゃれ、めちゃくちゃかっこいいですね。こっち側がおにぎり屋さんで、はい、こっちは美容院、あ、美容院なんですね、うん、なってるみたいですね。へー、はい、ちょっと早速行ってみましょう。はい、駐車場もね、ちゃんとあるので、あ、はい、安心して車で来てください。はい、はい、こちらね、おにぎり専門店ということで、はいはい、岡崎チューブでおにぎり専門店を紹介するのは2軒目になりますが、確かにまた違った感じですね、こっちは。そうですね、なんかすごいスタイリッシュでおしゃれな感じ、はいはい、じゃあ早速行ってみましょう。はい、行ってみましょう、はい、扉もおしゃれですね。へー、かっこいい、ね、かっこいい、はい、入りますよ、はい、こんにちは。こんにちは。はい。こんにちは。こんにちは。めちゃめちゃ店内おしゃれ。はい。はい、もう入ったら目に飛び込んでくるこのおしゃれなディスプレイ。めちゃくちゃおしゃれですね。ね。これって中身本物ですか？あ、本物なんだ。すごい。すごい。めっちゃおしゃれですね。これがミニチュアですね。はい、いろいろありますね。いろいろありますね。こっちに行くと、はい、ここにお酒が入ってますね。梅干し、梅干し、うん、風邪前来た時ね、はい、これダイヤメ買ったんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、なんか、はい、芋焼酎なのに、はい、大地の香りがするっていうのが、あ、すごい不思議な。あ、そうなんですね。美味しかったです。へえ、はい、岡崎さん前にも来たことあるんですか？あ、そうなんですよ。前来た時はね、もうおにぎり1個もなく、はい、あ、そうだったんですね。へえ、大盛況です。あ、じゃあ今日はおにぎりだ。そう、おにぎりあるから嬉しい。いいですね。これ全部あるってことですね。あ、はいはいはい、ちょっとおにぎり選んでみましょうか。はい、はい、店長さんのおすすめは、そうですね、見てるとは安定した人気がありますね。安定、はい、上とあと一面行くんですけど、下にももう一匹エビが入ってて、あ、そうなんですね。天ぷらでもご飯に絡めて、はぁ、ちょっと味がする。へぇ、美味しそう。トリトリンコントチ炒めは、はい、トチってあの大豆に塩調味料なんですけど、それを使って、はいはい、大豆の旨味と、はい、あとレンコンの食感が効いてて、なんていうんですかね、味噌とまではいかないんですけど、はい、ご飯の進む感じですね。あ、そうなんですね。で、トウモロコシのかき揚げは、今取れたてのトウモロコシと、うん、あとは少しだし塩を使っているので、はい、ちょっと甘じょっぱい味が。へー、美味しそう。プルコギは、プルコギ、まあ、コチュジャンを使った、料理なんですけど、うんうんうん、でそんなに辛くはないんですけど、このご飯だけちょっと甘めの酢飯になってるんですよ、ね、へぇ、なのでこれもあの結構人気ですね。あ、へぇ、ご飯もツン、そう、ツンとは来ないぐらい、ほう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 、そうなんです。へぇ、面白い。酢飯は結構そのくもめのチーズは特に人気です、ね、あ、うんうんうん、美味しそうです。ブラックペッパー、トウモコナ、クマグチーズ、女性が大好きなものが詰まってますね、うん、本当ですね。八丁味噌も、基本的に八丁味噌をベースに、うん、あの
こちらで調合してるんですけど、少し甘めのお味噌になってるので、うん、はい、こちら幅広くお客さんにいいですね。へー、あー、いや、美味しそうですね。ねえ、どれも美味しそうだ。基本的にはこの6種類がレギュラーメニューって感じですか？いや、基本的にエビ天とサーモンと八丁肉味噌はレギュラーで、はい、それ以外はこう変わって、あ、変わるんですね。そうなんですね。あ、じゃあその時々のなんか旬の食材だったりとか。そうですね。そうなんだ。トウモロコシは今の季節限定です。あ、へー、なるほど。涼しい食べ方ができないというのもあるし、はい、特に炊き込みご飯系は傷みやすいので、基本的には涼しいです。寒さから特に人気ではあるんですけど、はい、温かい時期はできないなというところがあるし。あ、そうなんですね。へー、なんかこのディスプレイの仕方がなんていうんですかね、めちゃくちゃおしゃれですね。よくあるショーケースだとちょっと面白くないな。はい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 、めちゃめちゃいい、うん、すごいおしゃれです。なんかコンセプトあるんですか、お店の。なんかちょっと何だか ラボ感を感じるというか、なんかスタイリッシュな感じがするんですけど、美術館ってなんですか、セレクトショップみたいな。はい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 、そんな感じしますよね。確かに、なんか一回百貨店で催事出した時に、はいはいはい、セレクトショップフロアで出したんです。あ、そうなんですか。はい、その時はこういう感じでもうまいかな。はいはいはい、なるほど。へえ、そうですね。めちゃくちゃおしゃれですね。え、照明はこれは和紙使ってます。あ、そうですね。おお、美濃和紙、はいはいはい、美濃和紙で一個一個作ってもらったんですよ。え、すごい。あ、特注みたいな感じですか。この店です。え、すごい。へえ、手作業なんで。はい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 。そうなんだ。あ、そうなんですね。すごい。ちなみになんですけど、はい、このお店の名前の由来とかって由来というかあるんですか？僕最初に、まあ、おにぎりをやろうってなってはいたんですけど、誰でも知ってる記号の名前にしたら、うん、で、いろいろ考えて、なんか僕の構想中ではあるんですけど、四角い押し寿司のものを作りたい。あと、もちなのものいろいろバリエーションができると思うんですけど、四角の3パターンを用意してる。あ、へぇ、あ、ほんとだ。へぇ、そうなんだ。一番はもう覚えやすい、うん、あ、確かに確かに覚えやすいですね。本当に覚えやすい。おにぎり以外にドリンクとかもあるんですね。あ、そうです。もう1週間前ぐらいにだいぶ増えました。前まで抹茶しかなかったんですけど。 あ、そうなんですか。はい、僕もはあのコーヒーは好きで、うん、あ、へえ。だからエスプレッソマシンも入れたので。あ、そうなんですね。はい、でここ最近まだ入ったばっかって。そうですね、1、2週間ぐらいです。あ、そうなんですか。じゃあ最近ですね。そうです。わ、それちょっと飲んでみたいな。ねえ、へえ、黒糖抹茶ってとか。あ、めっちゃ美味しそう。へえ。お酒を一応量り売りで売らせてもらってるんですけど、まあ、イベントしか出てなかったんですよ、 お店ができれば。昨年の中学。そうなんですね。日本のイベントとか出すと結構おつまみにされる方が多くて、はい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 、で隣ちょうど酒屋さんが一緒に出店してて、その人といろいろこう相談しながら生活して決めてる感じですね。へえ、そうなんですね。おにぎりに合うような感じのことですか。はい、毎回こう行って相談して、これいいの入ったよとか。へえ、そうなんですね。めちゃくちゃ奥が深くて、ちょっと、はいはいはい、アドバイスしてもらってる感じで。へえ、そうですね。何個種類があるのかなっていう。そうなんですね。へえ、今も見たことないやつばっかり。そうですね。うんうんうん。あとスープもあるんですね。あ、そうですね。シャントゥージャン。シャントゥージャン。豆乳と黒酢。そうです。台湾とかではよく朝食とかで飲まれてるもの。あ、そうなんですね。はい、そう、飲みやすくて。あ、そうなんだ。これも気になりますね。ね、気になりますね。へえ。じゃあちょっと選んで注文しますか。はい、そうですね。かわいい。かわいいね。かわいいですね。うん。本当ですね、すごい。はい、あと
と抹茶ラテ、はい、ね、そうに分かれてて綺麗、はい、ですね、はい、じゃあ飲んで飲みに行きましょうか。はい、ただいまですね、はい、駅南中央公園にやってまいりました。はい、その公園のこの東屋ですね。ここ東屋、はい、東屋なんですね。雨が降ってるんでね、はい、ここでちょっとおにぎり食べたいなって思うんですけど、はいはい、さっきのね丸三角四角さんから西に車で3分ぐらい来るとありますのでね、うん、そうですね。なんかすごい運動器具がめちゃめちゃちゃんとしてるすごいちゃんとした、そうあるんで、でなんかすごいですよね、うん、なんだろう、ベンチプレスみたいなやつあります、ね、そうあるし、あとは、うん、背伸ばしベンチ、レッグプレス、プッシュアップとかなんか、はい、ね、すごいカタカナの器具が器具だね、ありますすごい、すごいですね、24時間ジムですねそうですいつ来てもやれる、うん、はい、はい、ここでね、はい、いただきましょうか。はい、なんか可愛いですね、コロンとしてて可愛いですね、うんうん、小さめだけどその分こう分厚いっていう、はい、ね、うん、いい感じ、はい、こっちもねエビがこんなところにいるんですよ。わエビね、美味しそう。はい、はい、でまずはねドリンクからいただきたいと思います。はい、黒糖抹茶ラテですね。黒糖と抹茶、はい、すごい、ね、しっかり混ぜて飲んでくださいって言ってたんでね、はい、しっかり混ぜますよ、うんうん、はい、うん、いい感じに、ではいただきます。はい、うん、まろやかまろやかまろやか、うん、あ、黒糖が美味しいですね。うん、抹茶もね、西尾さんの抹茶使ってるらしいですよ。はいはいはい、まあ、抹茶といえば西尾って感じですね、うん、この辺だと、うんうんうん、美味しい、うん、なんか黒糖入ってるのに、うん、全然なんかめっちゃ甘くないです。あ、そうなんだ、うん、甘さ控えめ、飲みやす、へえ、うん、これはごくごく飲めちゃいますね。へえ、はい、美味しいです。はい、はい、ではエビ天と大葉、うん、エビ天と大葉、はい、はい、いただいてみたいと思います。はい、かすごい包み紙が三角だ、うん、ほんとだおにぎり専用のやつですね、うん、ですね、うん、美味しそうだ、すごいいい匂いする。うん、いただきます。はい、うん、すごい美味しい、ちょっと甘めの醤油ご飯、うん、へぇ、うん、エビがエビが出てきましたね。うん、うん、エビもプリプリで美味しいです。うん、うんうんうん、これはいい、これはいい、うん、もう大葉が、うん、加わることによってね、はい、もうさっぱりさがまた、うん、あって、はい、美味しいです。いいですね、はい、トウモロコシのかき揚げ、はい、はい、こっちもいただきます。はい、三角、うん、すごい、この結構分厚いというか、はいはいはい、トウモロコシの層がね、あ、本当ですね、ね、うん、具沢山ですね、はい、いただきます。はい、うん、これも美味しい。お、うん、ご飯がちょっと、ね、塩気があって、うん、うんうんうん、合いますね、トウモロコシとご飯。そうなんですね、ご飯、へえ、うん、あんまりないですよね、この組み合わせ。そうですね、やっぱかき揚げだから揚げてるんで、うん、その油の何じわっとした感じもまた、うんうん、美味しいですね、うんうん、めっちゃ美味しいです、うん、いいですね、はい、じゃあ僕は丸三角四角さんでいただいたアイスコーヒーを、飲んでみたいと思います。はい、
はい、映ってますか？映ってます。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。なんか運動しながら飲むのもいいですよね。運動しながらは誰も飲みませんよ。いや本当に美味しいね。すごい美味しい。美味しいしか出てこない。運動やめた方がいいじゃないですか。飲みやすいです。マイルドな口当たり。ちょっと息が上がってきたかもしれない。すごい飲みやすくて、はい、最近このメニューに加わったって言ってらっしゃって、そう1週間ぐらい前からそのコーヒーとか始めたらしくて、うん、なんか今までは抹茶しかなかったので、そうですね、なんか新しいマシンを導入したとのことで、どんなものかなと思ったんですけど、はい、もうバッチリですねこれ。うん、おにぎりにも、おにぎりとコーヒーってちょっと一見ミスマッチな感じするじゃないですか、はい、でもこれだったらなんかいい意味であっさりしてるというか、はいはいはい、あんまりそのコーヒー特有のコクとか苦みがそんなに主張しすぎてないんで、はい、すごいおにぎりにも合うと思います。なるほど、はい、次いくよ。よいしょ。何してんすかそれ。はい、これはサーモンとカマンベールチーズですね、はい、これブラックペッパーが振ってあるって言ってましたよね。言ってましたね、はい、いや結構ね小ぶりに見えるけど、うんうん、この厚みがあるんで、うんうん、結構がっつりしたおにぎりですから、うんはい、三角三角いただいてみます。はい、はい、エクセレント。エクセレント出ました。今まで出たことないですからね。出ちゃったわ。初出しです。初出しエクセレント。めちゃくちゃ濃厚。濃厚、うん、合う、うん、カマンベールチーズと鮭、うん、めっちゃ合いますねこれ。めちゃくちゃ合うわ。菅田将暉と小松菜奈ぐらい合いますよこれ。めちゃくちゃ合ってる。めちゃめちゃ合いますねそれ。ベストカップルって感じ。こんなところにいたんだ運命の人。何を言ってるんですか。美味しい。本当にこれね美味しいですよ。確かに女性が好んで選びそうな味ですね。うん、うん、チーズ合うわ。カマンベールチーズと鮭合うな。うん、美味しそう、うん、お米もすごい、うん、程よい食感ちょうどいい、うん、今日炊き上がったばかりの米をね、うん、もうおにぎりにしてもうすぐいただいてるって感じがしますね。なんか出来たて感感じますこれ、うん、香りもいいねまたね、うん、いやこれは合うわ。合うし、はい、この今あのお昼ご飯としてね、うんうん、いただいてますけど、うん、これね夜のおつまみにも合うかも。いいですね、うん、このカマンベールチーズ、はい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 、特にねこの黒胡椒かかったカマンベールチーズがね本当にワインとかそういうのにも合うかも。確かに合いそう、うん、家でちょっとワイン開けながらね、めちゃめちゃいいじゃないですか。これをお供に、はい、あもしくは今日置いてあったじゃないですかお酒がね。置いてありましたね。お酒置いてあったんで、はい、あそこにあったお酒も一緒に買って、うん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 、夜ちょっとうーんジャズイーなミュージックでも聴きながらね、ジャズイー。優雅なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。おーしまった。これは間違いなかったです。正解、うん、正解。はい、ぜひ食べてみてください。これはね限定チョコじゃなくて基本常備してあるメニューの一つなんで、うんうん、いけばきっとあると思うんですけど、ただここそう人気なんでね。そういつも売り切れ。僕も岡崎さんもね別で過去に行ったことあるんですけど、そうもうおにぎり買えなかったんですよ。いっぱいでお酒を買って帰りました。岡崎さんはお酒買って帰って、僕は何も買えず帰りましたから。今日はやっとそのリベンジ果たせて。そうですね、最高な気分です。最高な気分、はい、ぜひ早めに皆さん来てください。はい、売り切られないうちにね。はい、はいはい、丸三角四角さんで美味しいおにぎりを、はい、2つもいただきましたね。はい、美味しかった。美味しかったですね。ね、なんかおしゃれな具材ばっかでしたよね、うん、ですね、うん、なんか普通のおにぎりにはない具材というか、うん、珍しいものばっかりでですね、うん、店内もめっちゃおしゃれでしたしね、うん、セレクトショップみたいな、ね、はい、感じに。いやまさにでしたね。そう、うん、まさに本当におしゃれで、ねね、まあ、一見本当にぎり屋さんっぽくないというか、いい意味でぽくないね、うんうんうん、おにぎりもすごい美味しかったし本当 ね、うん、ぜひぜひ皆さん行ってみてください、はい、うん、ね、そちらでおにぎり買った後はここ、駅
ひ南中央公園に来ていただいて、はいはい、体を鍛えていただいて ね、はい、いいかなって思います、はい。岡崎チューブではですね、ご依頼も募集しております。うちのお店に来てほしいとか、ここに行ってほしいなどありましたら、ぜひぜひお問い合わせください。岡崎チューブはブログもやってますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、ではよかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。岡崎でした。食後の運動